こんにちは。フリント船長です。ロシアが、ウクライナへの、軍事侵攻を始めて、1年が経ちました。侵攻開始直前の、2022年2月15日に、ウクライナとはどんな国か、歴史的背景とロシアとの関係、3ヶ月後の、5月24日に、ウクライナ侵攻、何がロシアをそうさせた、ベルリンの壁崩壊から、ロシアのクリミア併合までの振り返り、という2つの動画を、アップしましたが、今回は、それらの動画の続編です。 私の個人的な感想ですが、グーチンはこれまでに、いくつかの歴史的な分岐点で、誤った決断をしてしまったように思います。それっていわゆる、後知恵なんじゃないの未来を見通すのは、とても難しいので、ウクライナ進攻の、今後の進展を予測することは、私にはとてもできません。あっさり諦めちゃうのね。なので、以前の二つの動画と同様に、今回も、すでに起きてしまった事象、具体的には、すでに犯してしまった、ーチンの失敗について、 考察することとにしたいと思い思まプーチンの最大の失敗は短期間でのゼレンスキー政権打倒とウクライナ全土の制圧は容易と見誤ったことでしょう進行開始の2日後にロシア通信が戦勝を報じる予定声をご配信してたわねその結果ロシアは欧米から厳しい経済制裁を課されながら NATO の全面的な支援を受けるウクライナ軍を相手に長期戦を余儀なくされていますこうなることが分かっていたらプーチンも 特別軍事作戦を始めはしなかったでしょう。ネオコンとして有名な、米国の、ビクトリア・ヌーランド国務次官が、こんなにうまくプーチンが引っかかるとは、思っていなかった。これでプーチンを弱体化できる、という趣旨のことを言ったそうです。なんでプーチンは間違えたの ?2014 年に、クリミアを短期間に、ほぼ無血で併合した成功体験から、ウクライナの軍事能力を、過小評価したのが原因と、言われています。ここで興味深いのは、進行開始直前に、 複数のロシアの退役軍人が、この作戦は成功しない、とコメントを出していた、という事実です。にもかかわらず、ゲラシモフ参謀総長や、その他の側近は、空賓を止めず、進攻を開始してしまいます。順次に忖度して、異なる意見を言うことを控える、日本のサラリーマンみたいね。金を目指して進軍し、捕虜になったロシア兵が、ウクライナの人々に、歓迎されると思っていた、と発言していました。もしかしたら、空賓も、 そう考えていたのかもしれません。歓迎などされないことは、事前の情報収集で分かっていたはずですが、空気の意味沿わない情報を挙げられなかったのではないでしょうか。それでも、以前の空気であれば、的確な判断ができたはず、と思うのですが、ここ数年の空気の様子を見ると、年をとって、以前のキレが失われているように思います。空気が、ウクライナ侵攻をせずに、民族合意を履行しない、ウクライナ政府の非を、国際社会に対して、訴えていれば、 事態は今とは全く違うものになっていたでしょう。民宿合意って何話は2014年2月のマイダン革命に遡ります。2013年11月に親ロ派のヤヌコービッチ大統領が2007年から EU と交渉していた連合協定の調印を先送りすると発表し、それが反政府運動のきっかけとなって2014年2月22日のヤヌコービッチ大統領逃亡により新 EU 政権に交代します。 これが内段革命です。連合協定って何 ?1998 年からたびたび EU 加盟希望を表明していたウクライナに対して EU 側からは具体的な成果を上げてヨーロッパの価値と基準に対して帰属する姿勢を見せることを求められていました。なんか大変そうね。この具体的なアクションプランとして EU が提示したのが連合協定の締結です。連合協定は政治対話と外交安保政策、自由、安保、 経済部門協力、不確保法格的な自由貿易協定の4つの柱で構成され、連合協定を結ぶことによって、ウクライナにおける政治、経済、貿易、人権改革を図り、その見返りに、ウクライナは EU 市場との関税の減免や、財政的、技術的な支援を受けられる、というものでした。どうして先送りしたの経済的に困窮していたウクライナとしては、冬を越すために、天然ガスのコスト引き下げを、 ロシアに飲んでもらう必要があったのです。加えてロシアからは、有志による150億ドルの資金提供のオファーがありました。大ンブルマいね。話を戻すと、ヤヌコービッチ大統領逃合により、新たに発足した新入政権に従うのをよしとしない東部の進路派が、ドネツク人民共和国と、ルガンスク人民共和国を形成し、独立を宣言します。クリミアでも、進路派が中心となって、住民投票を実施し、ウクライナからの独立後に、 ロシアに編入されます。クリミアはこのような形で、ほぼ無欠で、ロシアに併合されるのですが、ドネツクトルカンスクでは、ウクライナ政府軍と、ンロハ武装勢力の武力衝突、ドンバス戦争、が続きました。この、ドンバス戦争の停戦を意図したのが、ミンスク合意です。ミンスクってベラルーシの首都よね。2014年9月1日に、ウクライナ、ロシア、 ドネツク人民共和国、ルカンスク人民共和国の代表が、欧州安全保障協力機構の援助のもと、ベラルーシの民族で調印しました。この結果、紛争地での戦闘は、著しく減少しましたが、小競り合いは続いていました。ところが、2015年1月初めに、ドネツク人民共和国とルカンスク人民共和国の、進路派勢力が、ウクライナ政府の支配地域に対して、新たな攻撃を開始し、結果として、民族議定書による停戦は、 完全に崩壊しました。ダメじゃない。この停戦崩壊を受けて、フランスのオーランド大統領と、ドイツのメルケル首相が、2月7日に、新たな和平の計画、フランコドイツ案を発表し、2月11日に、民族の独立宮殿で、フランコドイツ案の実施を議論するための、会談が持たれます。参加者は、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのポロシェンコ大統領、ドイツのメルケル首相、フランスのオーランド大統領、ドネツクのザハルチェンコ首長、 ルカンスクのプロトニツキ主張でした。米英は関わってないのね。合意された措置の一部には、2月15日からの OSCE が監視する無条件の停戦、最前線からの重火器の撤退、捕虜の解放、ウクライナにおける憲法改正、などが含まれています。2015年2月15日に、停戦が発効した後、戦いはおおむね沈静化しましたが、紛争地域の一部では、こせり合いと砲撃が続きました。それから間もなく、 紛争地帯での戦闘は終結し、2月24日に、ドネツク軍とルガンスク軍は、最前線から下方を撤退させ始め、2月26日には、ウクライナ軍も下方を撤退させました。この民族合意で重要なポイントは、ドネツク、ルガンスク領州の特定地域に、暫定的自治権を付与する、特別な地位に関する法律を定め、地方軍権を実施する、という点です。どういうこと平たく言えば、ウクライナ国家の中に、 ロシア人の人権が保障される、二つのロシア人特別区を作る、ということです。ところが、自国の東部地域をロシアに、実行支配されるのを恐れたウクライナは、ロシアから、民族合意の履行を迫られても、実行しようとしませんでした。国連アンポリは2015年に、民族合意の履行を求める決議を、全会一致で承認していました。国連もロシアを応援してたのこの時はまだ、ウクライナイコール善な、ロシアイコール悪な。 という図式は定着していませんでした。2019年に就任したゼレンスキー大統領も、当初は、紛争が長期化する中、国民の遠隻気分を背景に、停戦合意の履行に積極的でした。ところが、進路派の分離独立を認めず、主戦論を唱える民族派の、猛反発に直面します。さらに、就任当初は70%以上あった支持率が30、30%を切るまでに落ち込みます。なんで支持率がそこまで落ち込んだのそれでなくても、 汚職がはははウクライナでで、で、でのののの政政権運営は困難難多いのでコメディ俳優出身で政治は素人のゼレンスキー大統領には難しかったのです。みんな、そんなことはわかっていて、ゼレンスキー大統領に投票したんでしょうに、勝手なものね。支持率低下に苦しむゼレンスキー大統領は、支持率挽回を目指して、対路強行路線を取るようになります。追い風となったのは、米国のバイデン政権の発足でした。バイデン政権は、ウクライナ現政権の主権と、 領土的一体性を守るという立場のみから、ゼレンスキー政権を全面支持しました。民ンスク合意はどうするのドイツとフランスは良い気はしなかったでしょうね。2021年10月末に、ウクライナ軍はトルコ製攻撃ドローン、バイラクタル TB2 を初めて使用し、ドネツク州の都市近郊で、新ロハの武装組織を攻撃します。ここが、プーチンとロシアにとっての分岐点でした。この時点では欧米は、 ドローンを使った攻撃について、ウクライナに苦言を呈していたのです。この時点で、ドイツとフランスを通じて、ウクライナに、民族合意の履行を迫るべきでした。メルケル首相が退任したのは、2021年12月ですから、進路派がドローンの攻撃を受けた時は、まだ在任中だったのです。ブーチン大統領からメルケル首相に、直接頼んでいたら、違った展開になっていたかもしれません。それでもウクライナが、民族合意を履行しなかった場合、国際世論は、 今みたいにはウクライナを支持しなかったでしょうし、もともと難しかった、e、EU と NATO への加盟は、さらに難しくなったでしょう。ところがプーチンは、特別軍事作戦を始めてしまい、ゼレンスキー大統領は、戦時大統領となって、支持率は90%超まで急上昇。ウクライナのみならず、世界中で大人気となり、ゼレンスキーイコールヒーロー、プーチンイコール悪役、という図式が、固定してしまいます。でも、2014年のクリミア侵攻のせいで、ロシアはどっちみち 経済制裁を受けてたんじゃないの現在の制裁と2014年の制裁では運転の差があります。特に EU はロシアとの経済的な結びつきが強いのでビジネスに踏み込んだ制裁は避けました。EU にとってロシアは主要市場でありエネルギーの供給国でもあったからです。EU よりは厳しい制裁を貸していた米国にしても現在とは比べ物にならないうるさでした。 マクドナルドもスターバックスも、引き続きロシア全土で、営業を継続していたのです。以前アップした動画、ロシアとドイツ、その特別な関係、で、お話ししたように、ドイツは特に、ロシアとの結びつきが強く、2014年以降も、ガスパイプライン、ノルドストリーム2の工事を継続していました。高い工作をしたのが誰なのか、最近話題になってるわね。さて、ここまでは、2022年2月24日の、ウクライナ侵攻を、 分岐点としてお話ししていたのですが、私が、もっと重要な分岐点だったと振り返るのは、実はそこではなく、2014年2月27日の、クリミア侵攻です。2014年2月27日、シンロハ武装勢力が、地方政府庁舎と議会を占拠し、翌日には、首都シンフェロポリの空港が占拠されました。ロシアは否定していますが、この武装勢力は、ロシア軍である可能性が高いと見られます。バレバレなのね。新ロハ武装勢力、実はロシア軍、 か占拠する中で、クリミア議会は、ウクライナの暫定政権を承認した、現クリミア自治共和国首相を解任し、新ロノの新首相を任命します。3月1日、ロシア軍は、ロシア系住民保護を目的として、クリミア半島内に部隊を展開します。武装つくのはやめたのね。ロシア軍は2日、半島内にあるウクライナ軍の複数の、前哨基地を包囲し、部隊に武装解除を要求、ウクライナ軍の一部が抵抗して、睨み合いとなりましたが、 武力行使には至りませんでした。3月16日には、ロシア編入の是非を問う、住民投票が行われ、編入支持が96.6%と、圧倒的多数でした。それって本当の住民投票これを受けて、翌17日にクリミア議会は、ウクライナからの独立を宣言し、ロシアへの編入を承認しました。これが、この動画の初めのところでお話しした、クリミアを短期間に、ほぼ無欠で併合した成功体験、です。 3月2日、G7 首脳は、ロシアの軍事介入の動きを非難し、同年6月にロシアの措置で予定されている、G8 サミットに向けた、準備会合へのボイコットを発表、3月にハーブで開催された、核安全保障サミットの合間に、ウクライナ情勢をめぐり緊急会議を開催し、措置のサミットに参加せず、代わりに6月にブリュッセルにおいて、G7 サミットを開催することを決定した、と発表しました。プーチンは、クリミア併合と、 ドンバス地方の親ロハ共和国に加盟と引き換えに G8 メンバーシップを手放してしまったのです。でも、成功体験って言ってたわよね。米国及び NATO と対決するという観点からは成功体験かもしれませんが、私はそもそもロシアが米国及び NATO と対決路線を取り続けること自体が誤った選択だと思うのです。どういうこと日本、ドイツ、イタリアは第二次大戦で米国を中心とする連合国に怒られたので、 米国に追従することを受け入れざるを得ませんでした。ソ連崩壊を台米敗戦と認識できない、空ーチン及びロシアは、米国と対等の関係でないと、我慢できないのでしょうが、そもそも GDP が韓国よりも小さいロシアが、そんなことを考えるのが、間違いだと思うのです。一方で、G8 メンバーシップは、ロシアよりはるかに GDP の大きな中国やインドが、望んでも手に入れられない、貴重なものです。ロシアの目指すべきだった道は、G8 にとどまりながら、 EU との経済的関係をさらに進化させ、将来的に EU 及びな a に加盟することだったのではないでしょうか。ロシアは広大な国土を持つ資源大国です。G8 に留まっていたら、開始を使って、どんどんエネルギー開発ができたはずです。2012年には、エクソンモービルが、ロシア石油最大手の国営ロスネフチと合弁で、北極海と国海の大陸棚で、資源開発を進めることで、合意していました。ロシアは、G8 の中で、 米国に次ぐ人口を持つ魅力的な市場でもありました。自動車の販売台数では欧州一位のドイツを追い越しそうな勢いでした。なので世界各国の自動車メーカーがこぞってロシアに工場進出していました。大使がどんどん経済を拡大してくれる好循環があったのです。さて今回の空近の失敗のお話はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。ロシアが2014年の軍事侵攻をせずに G8 に留まっていたら 今の世界はどうなっていたでしょうか。米国と対立する中国が、ロシアにすり寄って、仲介を依頼していたかもしれませんね。ウクライナ紛争が、今後どう推移するのか、予測がつきにくい状況ですが、また機会を見て、続編の動画をアップしたいと思います。それではまた。